こちらの動画は2月のライブ動画を短くまとめたものです。ライブ動画を一度見た方も楽しんでいただけるようバチコリ編集しておりますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。最近仕事上がりになんか1時間ぐらいの散歩してるようにして、ね、そうアレさんがねちょっと太ったっていうか前より体重増になったんですよ。すごいいい例え。これアレの顔で、これアレの違う違う見せないから大したちょっとだけ脂肪あるけど。出会った時は56-58kgぐらいだった。ちょっと待って、出会った時の写真さ、びっくりするくらい細いから。これよこれ、ちょっとこうすごい痩せてたんですよあれ。見えます、これ。もう別人か。そう、もう本当にガリガリだ。ただのガリ。太ももの広さとの周囲と腕の周囲は多分一緒だったよね。今の腹筋の状態はどうなってますか？私か。今朝撮った写真を見せます。いやらしい、この人。ダン。こんな感じです。まあ、腹筋あるよ。ちょっとね、見えないから、これでね。まあ、腹筋、変わってないと思います。多少ちょっと肉付きが良くなったかなっていう感じで、あんまり変わってないので、こんな感じです。まあ、昔は、容姿ちょっと欲しいなと思ったんだけども、正直コロナもあって世の中がおかしくなったから最近あんまり考えてないんですね、うん、しかもその私たちが自分で子供を産むわけじゃないので、その安易に産みたいって思って産めるわけじゃないので、結構その冷静になる部分が絶対出てくるんですよ。自分のポテンシャルとして子供を持ちながら、例えば自分のやりたいことだったりだとか、自分の夢に向かっていけるだけのなんかキャパシティが自分にはないと思い始めたし、お金も必要じゃん。大学まで行かせようと思ったらお金も必要だしさ、社会的にもね、きちんとこの生きづらさを感じないように育ててあげられる自信がまだないから、そうそう、中途半端にこうなんかそうであるべきだからとか、でももっと平等な社会になってほしいという漠然とした考え方、うん、持つだけでこうこんな大きな選択肢すると、そんな必ずしも成功するとはいかない、限らないので、うん、なんか軸が固まるまではちょっと、そうだね、適当にやらない方がいいと思います。私はその部屋の物件を決めるときに、絶対自分の個室が欲しいって要望したんですよ。要望とか、まあ、言ったんですよ。そしたらあれがなんか、今日いらないよみたいな、二人で住むのか別に自分の部屋なんていらなくないみたいな、一緒に部屋にずっといればいいじゃんって思ってたんですよ。でも私的にはそんなん絶対ありえないんですよ。だってどんなに好きでも四六時中ずっと一緒にいたいと思う。まあ思わなくはないね。たまに友達を家に呼ぶときに、うん、やらないけど、なんか違う部屋にいても集中できないと、この人がいつも言ってる。そう、俺は違う部屋にいないと集中できないんですよ。それはありえないじゃん。もう自分の部屋にいるし、僕はもう周りにも知らない人がいたとしても、もう気にしなければもういないかのようじゃん。だから気にするタイプなのよ、まあ、気にしてるよ、こう見えてね。こう見えて繊細なんですよ、皆さん、私は。意外と。この人の方が繊細じゃないですからね。そうね、センスと関係してるよね。そう。繊細なんですよ、私は。繊細、アピールしてるやつほど繊細じゃないっていうね。まあね。繊細です。うるさいな、あっちよ、だって。ひどい。まあでも、何でも、否定できないじゃん。失礼だろ。正直なフォロワーもいるね。そうね、ありがたい、ほんと。あ、中さんはうるさくないですって言われなくて、まあどっちでも。いや、誰も書かないでください。誰も書かないで、マジで。実際にうるさいから。実際にうるさいから大丈夫です。たまにね、耳の、うん、何鼓膜。うん、ずっとするよ。あ、ちょっとずっと話した
一番痛いのは、まあ、個人的に母国で、うん、といってもずっとイタリアでにいてくださいと言われたら、うん、あ、嫌なの？それはそれで分からないね。10年後の自分がどうなるか。嫌いな国ないから。なるほどね。海外のどこかに関心が湧いても行きたくてたまらなくなったらどうする？行く。豊横線の日吉の方に新丸子という小さな空気電車のしか止まらないちっちゃい駅があるんだけど、駅から出るともうカレーライスが本当に美味しい店があって、そこで食べたカレーライスはもう抜群で、他に食べたことない。あの石は美味しかった。はい、小杉カレーなんだろう、小杉カレーっていう名前だった、そこの。そうだったかも。あ、そう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 、ここでした、ここでした、小杉カレーでした。この半熟卵がかかってるカレーが一番美味しかった。じゃあ皆さんぜひ小杉カレーで調べてみてください。あやさん、あちおくんのこと大好きじゃん。だって。うん、よかった。よかったじゃなくて。よかった、ね。どういうこと？よかったね。結婚のことは1年目。結構早い段階で考え始めた。あ、あればね。あ、まあ。だってもう、どうだったか。国際的なカップルは大体、うん、一緒にいる、居続けるためのなんか工夫が必要じゃん。戦略として早い段階で考え始めたかも。付き合った時ってまだイタリアで同性婚が認められてなかったんですよ。認められて、いや、認められてなかった。付き合って1年経って、あ、そうだね、あの同性婚ができる、同性婚っていうかパートナーシップができるようになったので、付き合った当初はです、結婚とかあんまり意識してなかったんですよ。やっぱできないっていうのもあって。指がすごいちっちゃいので、もうすぐ抜けるんですよ。わかりますか？ね。あ、やばい、今抜けない。お見せたい。見せたい。できないね。ゴーイングポロさんはずっとあの通訳してくださってるんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう申し訳ないです。あちおさんは日本でモデルなどされてましたが、いえいえ、こんなね、あの、汚物みたいな顔じゃね、モデルなんてできないですよ。はい。見えるかな？別に見たくないね。あの、一回、なんていうかな、その、カーテンを止めるためのフックみたいなものあるね、うん、イタリアで。多分 DVD をプレイヤーに入れたから、あの、立ち上がったね、いきなり、うん。で、窓が開いてたから、ちょうど頭の上に開いてて、僕がその、フックに皮膚が引っかかったね、うん、頭の。だからもうその服がもう骨まで入って、もうめっちゃ痛かった。しかもまだ髪の毛いっぱいあったから見えないじゃん、傷。だから自分の手でこう頭触ってみたらもう真っ赤になってて、すごい心配したよ。すぐあの、なんか、ボンドで。ボンドじゃない、なんというか。で、待って、絆創膏。傷にボンド塗ったらやばい。絆創膏。あ、いいじゃん、なんか。ちょっとさ、これこうやったらいいじゃん、なんか。もう何も見なくなる。エミネムみたい。そう、僕もあのラップやっぱ何すごい頭悪そうなんかマリュハーナ大好きそうなんだろうね、社会階級がなんとなく分かってくるね、これひどいだろその言い方は。さすがに例えば海辺で遅い時間まであのビールラッパ飲みしてて、うん、マリュハーナちょっと吸って、あと家に帰ったらすぐ犬の散歩するということは、ということは、やばいな。ということは、これから説明する。終わりに近づいてきてな、どうなって。女子が間違ってる。ということで。ということで。
皆様、あの、お時間ない中、お時間あるかな？だから皆さん、お忙しいところですが、あの、やばいね、ちょっと今日。皆さん、あの、週末の。会社の多分、将来一番できるやつだな、これ。皆さん、あの、週末のね、あの、貴重なお時間割いてくださってありがとうございました。ありがとう。タイミング悪かった。飲み込んでる成長だった。ありがとうございます。ありがとうございました。では、これにてお開きです。はい。